どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、上杉謙信ということになりますね。はい、もう上杉謙信、人間じゃない人の大王です。はい、上杉謙信の元の名前、これ、長尾景虎と言います。はい、長尾景虎が、関東管領の、上杉をもらって、上杉景虎になるんじゃなくて、最終的に上杉謙信になるというね、はい、この辺の説明っていうのが本当はなかなか面白いんですが、入試には出てこないんで、関東管領から上杉の姓をもらって、なんやかんやで上杉謙信になるというふうに思っておいてください。はい、この人は絶対時止めれる人なので、はい、上杉謙信は人間じゃないんで、はい、もう絶対時止めれるか、エイジャーの石石であったカーズかなんか変な生き物だと思ってるんで、はい、私もし戦国時代でタイムスリップして大名になりますって言ったら絶対戦わない相手は上杉謙信ですね。絶対戦わないですね。はい、もう土下座外交しまくりですね。はい、ということでよろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。